くたび。嘘でしょ。ピンク。どうミッシー、カトネ、マホ、私たちはチェゴでーす。本日の企画は酔っ払った状態で酔いどれ知らずオリジナル振り付け作ってみよう。というわけでまずは土台を作っていこうということで、はい、こちらにね、大量のお酒と、はい、おつまみや何やらを用意しました。はい、現在の時刻はですね、はい、まあ、もうちょっとでお昼の2時頃なんですけども、コンビニで女子2名がお昼に酒を買う。ちょうど買う時に OL の人たちがみんなお昼ご飯を買う時だったんですね。そうだったんですよ。めちゃめちゃ視線が痛かった。申し訳ない気持ちでレジやってもらってる、ちょっとこんな見た目だしね。そうなの。でもちゃんと領収書お願いします。ちゃんとしっかり。じゃあというわけで早速飲んでいきましょうか。はい、レッツチェック。久々じゃない？2人でうちらお酒飲む、本当だよ。まずあんま2人で飲むとかないもん。ないないない。普通にお腹空いた。ご飯食べながら飲みます。えぐいてこれ。まだ開けてないのにさ、どんどん出てくるんだけど。やばいよ。飲め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 ってビールくんが言ってる。このビール血を潰しにかかってんな。おお、いい音。それでは二度目ましてのキャンピー。あー、うめー。ね、最近お酒飲んだ？ご飯食べるとき一杯だけとか。だから別になんかそんな酔うとかはないかも。飲み会みたいなのはない？うん、ない。この間飲み会があってセルフだったのね、まず、その飲み放題で、自分でドリンクバーみたいな感じセルフで、ビールってさこうやってやるじゃん、こうやって注ぐじゃん、なんかカポってはめたら下からこう液体が出てくるやつ知ってる？ビール知らない。なんかね、コップの下になんか穴みたいなのがあって、あー、そういうことね。そう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 、ここね。そうそう、あ、ここじゃ、なんかこの辺、この辺に穴があって、じゃあそこにはめて、そう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 、で下からこう液体が出てきて、すごっ、美味しい。ちょっとなんか味変わりそうじゃない？だってこういつもこうじゃん。確かに。でも普通に上からの方がなんか、安心。安心感。そう、なんかね、ここの穴すごい小さいの、で結構構造が複雑で、多分洗いにくいのかな、なんかわかんないけど、茶色なの。茶色くなってるのも。結構ね、味とかうんぬんの前に、結構そっちでね、結構気にするもん。気にする。いつも結構気にするタイプだから僕ね。マホってめっちゃいい匂いするじゃん。香水のね、匂いがね、とてもするんですよ、マホは。昨日かな、ボイトレの場所でさ、なんかさ、迷ってたじゃん。うちも迷ってたの、入り口を。難しいよね、あそこ。そうそうそう。あれ、どうだったっけって思った時に、ふってマホの匂いがしたのよ。この匂いたどればたどり着くぞって匂いを頼りに行ったら、いた？ちゃんと持ってた。マホがいた。もういつも撮影場所に着く、もう入り口とかでつけるの。あ、だからか。そう、多分だからだと思う。だからだわ。もう匂いでわかる。マホ来てるか来てないか。あ、マホまだ来てねえわ。とりあえず、終わりー。早っ。終わりでした。そう、この間さ、ライブ配信してた時に、真帆ちゃんって何が好きなのみたいな、果物かな、何が好きか、多分果物の何が好きって言われて、分かる、果物何が好きか分かる、何だろうって思ってたの。そしたら真帆ってなんか桃にめっちゃ反応するって気づいて、スタバの桃とか新作出たらね、見た見た桃だよって。大丈夫？これこれはむずいよ。だし、うちがなんかこの間、三ツ矢サイダーの桃を飲んでた時にめっちゃ反応してて、え、それ美味しそうだねって。で、チャミスル。ピーチ。グミ。ピーチ。なんかもう、イチゴとか、桃とかの味が好きなんだよね。でも、イチゴより桃じゃない？多分一番好きな果物の桃でしょ。え、でも、果物として桃は食べない。いや、それわかる。別に果物としてはいらないんだけど、なんか味としては好きかも。まあね、桃とかパインとか、シャインマスカットとか、なんかそっち系が好き。バナナとか、本当に嫌なの。何？バナナは嫌な人多い。え、マジ？え、でもなんかバナナジュースとかは？
やだ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 、全然やだ。あ、そうなの？わざわざ飲もうと思わない。キャミリマッスル。会員。うわ。なんかさ、あれやろうよ、じゃあ、診断とは。なんて欲しいんだ。そう、うちもそれやりたかったな、性格診断。なんだっけ、マッスル。酔いどれか。メイメイサラあれ、めっちゃ印象強い。マッスルだいな。しかも流行ってるさ、そのコンテンツもさ、うん、なんか変化みたいなやつとかさ、写真がこう、めーめーめーなんか、唯一なんとかをした、あー、やだやだ唯一まるまるにしたやつとかを、やめてたなあっぺのにやめてじゃあ、ごく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 めっちゃ少ないよ、もうじゃあもうこれで終わらせる。それを空にして私はごっごくちのね、せーの、いいじゃねえんだよこれ、いいじゃねえんでしろ。喉乾いたらお酒を突き足し、継ぎ足します。はい、君と言いたら吸い込まれる声の中に踊るのは1番からサビ終わりまで。サビ終わりまでね、1番のサビ終わりワンパーク。オッケーオッケー。じゃあ、どこ区切るかやるか。イッチャルの方にしようかな。 B メロで。オッケー。ちょっと B メロでいきます。はい、じゃあ夢が覚めたよよし、はい、はいはい、最後最後最後に入れときましょう。ケケピーしよう。ケピー。嫌だ。OK、もう、マジで直感でいこう。なんかあんまり凝るのやめよう。もう凝るのやめるね。むずそう。あ、オッケー、できた。できた。ちょっと覚えてない。うつるすぎよ、ずっとさ、なんなんか色がやっかすって気になって。え、待って、忘れちゃう自分の振り。はいはい、じゃあ、じゃあもうここから全から振り落ちしよう。いいの？やりますよ、じゃあ。もうわかんけど。そしたら、夢が覚めたって言ってるんで、夢が覚めた。なめ、あーまめて争い事はって言ってるんで、マホに言って、1、2、3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 、
嘘でしょ。あ、最高。ウェーンっては起きる。そしたら、ヒールのヘクミエールだから、二人でてはドゥンドゥンカドゥンドゥンカ。すごい。夢は覚めた夜も知らず争い。せーの、争いごとは夜が明けるまで二人でてはひどかった自分に大事な声が声が
ちゃう幸せ。OK? うんちゃう幸せ。うん、言葉さ。で、ここは自由。言葉されなくて。から。から。あ、からじゃない。ちょっと歌詞がわかんない。マホさん。はーい。なんだっけな。なんだっけなと言いつつ今考えてます。次行きましょう。やばい。やばい。今考えなきゃ。それって。オッケー。はい、来た。せーの。くっつるっジュンポーズ。ジュンポーズ。なんかキッズダンスのあれじゃないんだね。キッズの一二三四次一二。次バウンスするんだよ。お願いします。お願いします。
SNS もやっておりますので、フォローもよろしくお願いします。お願いします。以上、セガでした。ミリグラー